では続きです。はい。首都高にはすげえ奴がいて、あんたなら作戦勝てるかもしんないなって言われて終わったところが前回です。続きです、ここから。どこで結構早く、ただのタイプ X、 タイプ X なんだろうね。すごく絡んでくるから逃げてきちゃったよ。クローンレーザー行動でバトルするわけにもいかないからね。確かにね。じゃあなんで俺がバトルさせてたんだよ、この間。ロイドシール車のダンスにはカウンターセアだよ。教えたメディアクリカハマせばいい。車が滑ってるんだから車を食いつからせればルートが終わるわけですから。それと同時に逆反動カウンターセって言われることが大切だ。ルートを始めたら曲がってる方向と逆方向に反動を切る。右にコーナーしてて、右にコーナーしててドリンクとしたら左側に切る。左にコーナーリングしててドリンクとしたら右に切る。そしたら車は前を向こうとするはずだ。これをうまく使えば車の向きをより確実にコントロールできる。早く車を立て直したいときには使えるといいことだぞ。なるほど。さあ、パーツ見てみましょうか。同じです。あ、カタのパーツ。いい加減こっち行くか。ほらば。合わせてはいらないわ。エウェブ楽しみたいなですね。外してみようか。だんだんこう、大分かりな、こう、感じます。さあ、ローズ。あ、しょ低速中心、最低速、低速、高速、最高速。低速でいい。エンジンはどうだい？なんかあるかな？いいな。ライトチューンもあるじゃん。オッケーオッケー。やりましょうか。ちょっと。なんか、いろいろなんか言い訳するんですけど、今、走り込みをしてからレースにするっていうのはこのゲームのなんか方法らしいんですけど、テスト走行してたら、さっきトランスミッションローにしましたよね。結構頭落ちするのが早くて、最高速度に達しちゃって、5速でレッドゾーン入っちゃうんですよ。で、あ、セッティングし直そうと思ってリタイアしたんですけど、そしたらバトルシーンになっちゃいました。はい。なんか女の人ですね、RX7。え、なんだかしらつまんない。何それ。あの、ハイヒールのままで走ったけど、やめなさいよ。危ないから。なんかその、運転するっていうことに関して、そのなんか、操作を、不確かにするような、判定がないんですよね。危ない。完全にこれはトランスミッションセッティングで止まれてよかったかな。個人的にはなんか頭打ちのやつじゃないんで、その車のエンジン性能で出せるスピード、そこでちょうど頭打ちするっていうのがいいかなと思います。何ていうかっていうと、最高速重心するときにそのアクセル点火で300キロ出ててもまだ上がありますよっていう気がする。逆に、本当は、そんだけを出せるエンジン性能なんだけど、150キロぐらいで頭打ちさせるエンジン性能が
彼は できるわけですよ。私は300キロって時もまた300キロぐらいで頭落ちするってやつがいいなと思います。もちろんそうすることで、加速度も高くなるんですけど、150キロ最高速で走るんですけども、加速度も高くなるっていうのもあるんですけど、まあ、いいわ。人間の性能を出せる、引き出せるように、もっと大事なシリーズの最初だとは思わんやな。まあ確かに面白いと思うよ。土屋さんが出てきてるっていう頃の手法だと、それ以降なんかその体が出てこなくなって、代わりになんかなんだ、手法での名簿であるぞっていうなんかそういう方向性に行くのって2種類あるわけで、この頃の初期の時代の手法では好きな人もいるわけですけど、土屋さんがこうやって行くことなんですけど、僕はね、そっち派ではないか、好きだけどね、手法バトルがあるんですけどね、面白いけど、そこでめっちゃ好きだけどないかな。ブレイクでもないですよ。ちょっと待って。はい、ゴールゴールゴール。ハイヒール履いたままブレイクはダメ。え、もう一回あんの？めんどいから勝ちました。飛ばしました。さあ、なんていうかな、次は。泣いてる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 すげえ泣いてるよ。